はい、どうも皆さん、こんばんは。今回は、しおねくんと一緒に、パワプロをやっていきます。ここだけ変えとこう、ちゃんと。ちょっとほら、変えといて、ここで。5でも3でも100でもいいから で、そっか、操作ポジだけ変えとくか。ピッチャー、キャッチャーと、俺こっちやるよ。こっちやるから。キャッチャーやる。ここキャッ、コンピュータ何しとくか。ここでいいっしょ。ライトだけやらせて。はいよ。何のこだわりがあんの？なんとなく変なややっついとるきで、たいそな。そこ。ライト誰？ライトね、鈴木かな？え、吉田じゃね？あ、レフトか。吉田レフト。シャー行くぜ。1戦目、どこ？アメリカ？アメリカだね。頑張るぞー。おー。ナメプして負けたからな、前回。ねえ、しかも1回戦目に勝ったやつらいて。4点差で負けたからな。ちょっとタイム。さあ、オプション、俺こっちにしとかないと。オッケー。こうやってやんだよ、野球っていうのは。な、野球ってのはこうやってやんだよ、お前。あ、ちなみにコンピューターの難易度は普通に設定してあります。パワフルとかではないです。そうなの？そうだよ。早い。はい、ごめん。フライ。ロックオン5がフライ。パワーないからな、源田さんは。あーん、チェンジアップ嫌い。OK。2球連続でチェンジアップ投げてくるのはないわ。ナメプされてるわ。セイヤー、ホームラン、ホームラン、セイヤー。三球を投げた。真ん中にストライク。バッター追い込まれました。三振しろ、三振しろ。くそ。入っちゃうんかい。入っちゃうんかい。ビビってんじゃないよ、バトラー。こっちが悪いことしてるみてえだろうが。えい。自由操作のキャラだわ。なぜかと一塁と二塁がね 一番重要なとこだからね。点取られすぎじゃないですか。つかだから山本リリーフで使うのやめろっつってんだよ、本当によ。はい。こうやってやんだろ、野球っていうのは。俺に操作権なかった、今 見送ってストライク。投球はこれから3球目。ストライク。これはかすった形になりました。打った。はい。こうやってやんだよ、野球ってのは。やっぱ普通程度だったら楽に。あー、シュート回転、ゴミ。ねえ、一塁と三塁のさ、走力高くね？気のせいじゃね？前前前前前 大丈夫。頭の黄色いマークあるじゃん。うん。あれが紫になってるところが落っこってくるとこだから。戻れ。お前ならいける。お前ならいける。誰だか知らねえけど。誰だった？セカンドランナー。知らん。勝ったな。勝ったな。投手操作俺だしな。いいね、ツーシーム。いいツーシームだ。ダメなスラーブだ。はい、オッケー。
もう、もうね、左、右のやつ帰ってた、帰ってた、ベンチに帰ってた。今、今、ちゃっかり映ってたけど、帰ってたよ。気のせいだって、お前。んなことするわけないやろ。あ、韓国負けた。お？これ、韓国1勝1敗？あ、前敗？もしかして。ん？どうなの？いや、ん？いや、一勝一敗。前敗っぽくね？ん？一勝一敗やべ、ほら。丸バツって書いてある。わかんない。読み方がよくわからないんだけど、俺。横に読めばいいんだよ。ああ、先発、だから岸嫌なんだって。山本で行こうよ、山本で。あ、でもダメだ、こいつスロースタートは持ってなかったっけ？あ、大丈夫だ。よし、山本で行こう。なんで吉田ずっとさ調子悪いの？ん？前の日にお酒飲んで二日酔い。あるやつ、よくあるやつ。前の日に騒ぎすぎてな、ダメだったんだろうな。つか選考かよこっち。オリンピックの選考高校ってどうやって決めんだろう？ポイント数。じゃんけんじゃないの？高校野球みたいに。ポイント数か抽選じゃね？下の名前呼んでんだけど、いつも現段時って童貞って言ってるように聞こえるんだよな。俺が悪いわけではないんだけどさ。はい、え、抜けんのそれ？取れよ。さ、ジャンプしたら取れたろ。また丸がホームラン打つよ。打てなかったわ。あぶね。無理だろ。あれで後ろ転がしたらワンチャンあった。惜しいな。入ってんじゃないですか、そこ審判。審判そこ入ってんじゃないですか。あ、やべ。これやべって言ってしまう。ああ走ったのに。何やってん？あ、バカだ。何やってんだあっちのチーム。アホ。うれい。男は黙って気をしんよ。今思いっきり外されたな。悲しいんだけど。あんな露骨に外されることめったにないんだけどな。アッサンラー、三振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 、はい三振。予告だよこんなもん。もう固定で変えとかないとな。うん、まあいいや。山本好き。すっげえ扱いやすい。投げた。インコース。縦のカーブ外れてボール。投げた。インローギリギリいっぱいストライク。第4球を。投げた。縦のカーブ。入ってんのかそれ。入ってるみたい。2回の表、日本攻撃に入ります。また釈迦本くんだよ。ほっ、さすが日本のエース。アウト。いいよ日本一。いいよ守備は。どうせ俺がどんなにいい守り方したってさ、オート操作の時に10点でも取られるんだからさ。俺の守備範囲広。はいはい、キャッチャー。ね、取ってるよ取ってるよ。頑張れ丸くん。ナックルカーブ結構曲がるね。ナックルカーブってどういう曲がり方するんだっけな。あんまり覚えてないんだよな。
はい、センター、センターじゃない、レフトフライ。はい、オッケー。日本の打線、しょっぱ。しょっぱ。1点取って満足しちゃってるよ。追い込んで投げました。見送ってボール。次は4球目。打ちました。無理。ジャンプすれば取れたよ。あ、これはしょうがない。デフォス、ナイスバッティングです。日本、同点のピンチを迎えます。スプリットはボール。俺も守備位置いじれないから。キャッチャーなんだよな、守備位置いじれんの。あれ、俺今ドロップカーブ投げてた。ストレート投げてる気でいたわ。日本、外野は浅めの守備を取ります。打ちました、いい当たり。お、ね。ナイス一番頼りになるわ、1,2 勇敢取れかっこいい。これかよ、待てがまた丸かよ。コツン。8本もヒット打ってんだ、うちのチーム引くわ。8本打って2点しか取れてないチーム引くわ。おらーバカがよ。さっき外されたけどな。最低最低。入っちゃった入っちゃった。入ってねえよ、出てったんだよ。入ってねえ、どこが入ってんだおめえ。出てったろ今。ノーアウトランナー二塁という場面でファンレーベル第3球外角低めいっぱいストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました。はい、おい、ライトライトライト取れるよ。走り方どうすんの。え、普通にないよ、普通に、はい、もうスティック転がして。 あ、それだけ。うん、はいはい、ライトライトライト、もうちょい前行ってれば取れたよ。分かった分かった、前やね。おい、ピッチャーピッチャーピッチャー取れるよ。まともにやってりゃ取れんだよ、女。あ、おい、センター。オッケー。はい、試合終了。誰だ、1失点した先輩。誰だ、1失点したやつ。田口かよ。誰。山本完璧すぎるんだが。いや、一番最後投げてたやつだよ。ああ。グループ1位。ね、向こうの1位、誰だ。誰だろうね。誰だ、マジで。みんな同率じゃない、こっち。うん。あとはもう成績で決まるから。どこだあれ、イスラエル。あ、分かんねえ。あれ、総失点567とか、あっちめっちゃ末広がりでいいのに、こっち1612だからな。イエーイ。どこ、オランダ。オランダじゃねえな。お、勝った。いや、もうひどいなこれ。アメリカ対韓国。アメリカの勝ち。どこだこれ。で、メキシコ対アメリカ。俺らシードか。俺らシードで、イスラエルかな、多分、マーク的。イスラエルちゃうやろ。あ、キューバだったわ。キューバやん。知らんわ。国旗とか知らんわ。誰にしよう。山岡でいいや。山岡にして。二度新初期で、首位ポジションを交代しましょう。はい、行け。何、俺がにピッター相手かす。他やると。おっしゃー、しまってこー。三振以外ないから。いやいや、おかしいおかしい。三振以外ないから、お前覚えとけよ。
はい、オッケー。あ、入んねー。たっけんだよな、地味に。DeNA のホームって。ポリポリな。はい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 。ああ、何それ、ライトゴロになんねえの。健太ならさすがにライトゴロとかないか。先竹とかだったらあるかもしれんけど。え、いいところ。外をどんだけビビってんの。広角打法あるんやで、丸くんは。引っ張るけど。あー、出てっちゃった。出てっちゃった。1回の裏、キューバ攻撃に入ります。先頭バッターはロレンツォ。完全に外れたボール。何ボタンで守備変更だっけ。あー、あったあったあった。外野は長打を警戒します。第2球打った。ほら、長打警戒してたら。長打じゃねえだよ。定位置だよ、定位置。ふざけるんじゃないよ、まったく。おっ、行くんだ。ほら、行けろ、ワンホー。あ、クソだ。クソ。ゴミ。うっせ。うっせ。山岡、一発以外は完璧だな。ロブレスか。今、ロブレスって聞こえたわ。剣と魔法のゲームかと思っちゃった。うっしゃー、おらー。あれでアウトじゃなかったらマジキレる。セカンド投げればよかった。バカだ。入んない。いやー、惜しいな。パワーいいだけどな。パワーいいであそこまで行くんだな、逆に。今日だってすげえな。あ、また出てったぞ。ああああ、出てっちゃった。場外ホームランしか打たねえ。こいつ。あ、ザキタケだ。ザキタケじゃねえや。なんだっけ。おらオッケー。はい、帰ろ帰ろ。みんな帰ろ。別にいいよ、打席なくて。あ、でもあいつが3失点する可能性があるからな。え、2失点か。やったー。てか今回こっち先行の時多くね。あ、終わったわ。ちょ待って、1点差は、1点差はアンチじゃない。うちのチームの1点差は何。6点取られたもん。あれ、いかわいい。ほら、決めろ。ゴミゴミ。くそ、やっぱり広島は信用ならねえ。やはり広島は信用ならねえ。負けたら面白いんだけどな。負けたら試合数めっちゃ多くなるんだけどな。あ、そっか。セカンドあたりに転がしてくれると嬉しいかな。セカンドに転がせっつってんだよ。ショートかセカンドに転がせっつって、はい、ファーストじゃねっつってんだろ。オッケー。あー、いい守備だわ。いい守備すぎる。守備のおかげで勝ったろ今。アメリカ強えな。普通に強いやろ。アメリカ面白いね。ずっと韓国いじめてるじゃん。ずっと韓国いじめてるじゃん。面白い。あ、しかも決勝ラウンド来そう、あいつ。でん、メキシコ。オプションで変えちゃおう。
ちょっとこれ応援歌って変えられるよね。あ、変えられる。やったー。ちょっと待ってねー。全員変えんのめんどくせえな。背番号って何？これ聞かせたかったんだよな。動画で使いたかったんだよこれ。オッケーイ。これあの八内の曲ですね。ちげえよ。ちょっと待った。あのチョスさんっていう YouTuber の人で、うん、まああの動画を動画っていうかまあそういう手の動画を上げてる人がいて。いいんだ早くお前はショート内野守っとけ。お前罰押すなよ。え押しない俺内野全部お前が押したんだろ今。はいオッケー。え内野できるかな俺。いやーいいなーめっちゃ多い内野。1エラーごとに1打点取りましょうね。でも俺騎士苦手なんだよな。こういう技巧派のピッチャー嫌い。あでもアズマニアン結構使えるからな。その辺どうなんだろう。技巧派嫌い。超静か。はいはいはいジャンプ。マジでジャンプした。あいつバカだ。取れた。でも取れたよジャンプしたら。ジャンプしなくても取れてるからねあれ多分。でもスーパープレイじゃないのあれ。あおやっとちゃんと応援歌が入ってる。応援歌の音やっぱちっせんだよな。すいませんボール球しか来ない。しかもあいつチェンジアップ持ちかよ。おっしゃい入んねえんだな。サルいくかんわさすがにいけんわ。えい三振苦手三振遅いストレートだろうがよ。昔のチェンジアップの方がマジで打ちにくいからな。ちゃんと減速するんだけど、うん、フォークみたいにちゃんと落ちるチェンジアップなんだよね昔のチェンジアップって。おっかなくて打てねえんだよな。はいはいバイバイ。あった場外あぶねえ入った入った。出なかった。見に来てない人にボール上げすぎでしょ。オッケーさようなら。入ってる入ってます。はいセンター俺。ちょ待って怖っ。なんか勝手に1点入ってるし。もうちょい後ろもうちょい後ろ。はいねつかミートでけえこいつ。いやこわあれ敬遠すればよかった。ヒット打たれるくらいなら敬遠すればよかった。いやー取れる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 取れなかった。やっべ内野に転がせないこの投手。いるんだよね外野には飛ばせるんだけど内野に転がせない人。あぶねえ今の。いやーダメこういう場面では登板させたくない誰も。だから頑張れ頑張れ騎士。お前はやればできる子。てかそれよりやれろ一夜やばかったそこ。なんか俺ゲンダ多くない？
打順的にそうだからね、しょうがない。しょっぱい。それ間に合わないじゃないですか。危な。また場外？これも入ったわ。ちゃんと俺スタンドあるとこに打ってるから。俺はちゃんとスタンドあるとこに打ってるから。面白よく振るよなあんなクソ球。でこうやってストレートに詰まらされてんだもんなクソやば。俺チェンジアップしか打ってないのバレるけどさ。初球はストライク、投げた、まっすぐ見送ってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。入ってるんだなこれが。やったー、回だー。いや、スプリットになった、スプリットになった。スプリットは俺が打てない。逆なんだよな。チェンジアップ打てないんだけど、多分フォークはお互い打てないから。フォーク、パームとか変化量多いけば打てないんだけど、2人ともね。はい、ライトフライ。またフライだよ、あいつ。ほんとね、フライ、フライ大好きか。はい、内野ゴロー。ダメだ、こりゃ。普通に言うと。閉殺とショートフライ。しかもどっちも操作してない時じゃない。うん、よくねえもん。6番とか。やめとこ。初安打。ナイス。現実は非常ですね。おら走れ浅村、坂本の打点のために走れ。三塁打にやった。ツーベースじゃないかな多分。山岡、また山岡登板してんの。山岡くん働きすぎじゃない。あ、ファル。動けよ。無駄球は振らぬ。あ、右右右右。おい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 。あ、やばい。なんか3点入ったな今。また源田だよ。落ちろ。よしよし、回れ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 。いける三塁。いけねえよ。三塁なんてライト方向に打たなきゃいけねえよ。おらー。お前色変えたのそれは。なあ、スラブ打てねえんだよな本当に。おらー、ホームランしかヒット打ってねえこいつ。ヒット打てねえんだろうな多分。やば、鈴木ゴミじゃん。やっぱ広島は信用なんねえわ。またフライ打ってるし。伸びろよ。今回高校だからいいけどさ、失点しすぎなんだよな日本の投手陣。しかも俺の操作してないところで。うわ、そこ取れない取れない取れない。これいったろ、ファールゾーンに。いや、ファールだろ。入ったんだよな今の。今スラーブ来ると思ってた。ちくしょう。スラーブなら打ってた。あ、なんだあいつ今日1打席1打数、ん？6打数1安打あいつ。
誰俺？いや、浅村。知らん。あ、やべ、ちょうど動画切れた。まあ、いいや、勝ったから。いや、失点しすぎじゃない？誰失点したの？誰本当に？岸が5失点して、山崎が3失点して、ヌッス山崎、おい、岸の勝ち投手の権限取ってくなよ。山岡も1失点、山本しか仕事してねえ。な、日本の投手陣は。あー、やっと決勝いけたー。もう勝った勝った。アメリカ対メキシコ、多分またメキシコあたりが上がってくるね。アメリカかーい。アメリカかーい。アメリカって当たったよね、確か第一ラウンド、ね。うん。なんかね、俺、グループ B 1回目で会うね。グループ B 強すぎやんけんな。こないだもグループ B で、あれだよね、グループ同じやつの初回で当たったやつに勝ったのに負けたもんね。イスラエルにな。どっかの誰かが遊ぶから。シオネがナメプするから。お前な。よし、じゃあ俺が個人的に好きな高橋君にしよう、投手は。で、ガチガチでいくか。そうだね。ちょっと待って、それガチなの？回の方が良くない？回の方がいいよ。回で良くない？そこ。相沢にしとこ。間を取って。何？キャッチャーなの？満塁男。やめよ、なんか嫌な予感するよそれ。だって回より打ちやすいんだもん俺は。あ、何ミート D あるもん。殿崎はいいとして、その下は何、年下でそんなみんな真顔なの。広いの誰だっけ、山岡と岸か。よし、行くぞー。ちょい山田消えた、山田消えた。あれ、山田さんは山田さん9番っすか。山田さんめっちゃですよ。何言ってんすか、首っすか、あんなに言ってたのに。エースには球速が必要なんだよ。なんでセンターじゃないんですか、操作キャラ。今センターだったら余裕で取れてましたよね。高橋君に失点はさせられない。あ、取れる取れる。日本ここは中間守備を取りました。2球目空振り、タイミング合いません。ゲッツーシフトでいいんやで。しゃー、相沢どうしよう、スライダーだな。おら、鈴木なら間に合うんじゃい。レーザービームいいな。シンカーはボール、第2球投げた、打ちました、ショート右横のフライになりました。もうちょい右後ろかな。初球空振り、第2球投げた、ボール投げた、打ちました、はい、セカンド左、一塁へアウト、スリーアウトチェンジ。いやー、ファーストがエラーしてないから勝ててるな。しゃあ行くぞ岸。ヤマト魂を見せてやるんだ。クソだよこれ。おい、ピッチャー相手にビってんのか。おい、おらこっちは実質 DH なしでやってんだぞ。源田君好きね、そしてゲッツが好きね。ああ、せっかく騎士が塁に出たのに、あのカスが。そこの真ん中にボール乗せるの楽しいな。
当ててもダメだし跳ね返してもダメだし、そう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 、そこにポコンって謎のゲームが始まってきた。ああ場外じゃないこれ、出てっちゃった。場外サービスがすごいんだけど、あの辺いたらボール飛んでくるぞって噂になる WBC 期間中。日本チームの時はあそこにいればボールが来るって。EF とかしょうもな。アウトコース高め投げた、決まったストライク。第4球をあーばよー、振れよ。第5球投げた、得意のストレート、空振り三振。得意なの35キロでシュート回転持ってて得意なの。アメリカ何としても得点を、まあ、たたきたくじゃん。何逆転の弱点だよ。まあ対人戦だったら強いけどね、シュート回転は。第3球ははい、あ3球で終わったわ。え、あ終わっちゃった、終わっちゃった。なんかあっさりだな。あっさり終わっちゃったね。なんか高橋が1失点しかせずに終わった。高橋1失点でしょどうせ。まあ、だよね、高橋1失点だよね。岸どうだったの。4打数1安打。あれ待って、お前もしかして一番最後までファーストにいた。なんで変えられねえんだよ逆に。1失点だったからじゃない逆に。レフトにヒット打って、セカンドゴロ、セカンドライナー、セカンドフライ。セカンド大好きだなお前。いやちょっと待って、源田見て、源田じゃん。そいつは育ちが悪い。誘殺、融合、空振り、キャッチャーフライ、偵察、ショートゴロ、空振り三振。バカだよって。ここ3人頭おかしい。菊池もやねんか。知らん。坂本も三振。まだ外野に飛ばしてるだけいいと思わないと。よいしょ。はい、金メダル獲得という実績を達成しましたが、どうでもいいです。日本、アメリカ、メキシコ、キューバ、韓国、オランダ。アメリカ強かったな。韓国一応勝てたんだ。よし、じゃあ時間的にあれだからホームランバトル1回やるか。ちょっとこのまま対戦行くと時間が切れそう。時間が切れそう。いや対戦いかんよ。いや行くよ、バカ言うなお前。やんないよ、やんないよ。何行こうかな。田淵くんが一番強いんだってお前。三種でいいや。で、CPU なしの。あ、待って。考えが一緒なんだよな。楽だもん。損傷アイテムなし、 CPU なしの。ちょ待って、ボタン2回刺さるんだけど、何これ。コントローラー壊れてんじゃない。それはもうしょうがない、ほっとけ。はい、 OK で、どこがいい。お任せお任せお任せ。はい。はい、わかりました。頑張りましょう。アホか。まあ、別に両方アマチュアだからいいんだろうけど。まずはかっ飛ばして勢いをつけておきたい。飛んでいった。いったんじゃね、これ結構。いやー、9400しかいかん。マジか。ミート取っちゃ。空振りか。何やってんだよ、3球勝負でアイテムないのに。てか対左投手持ってんのか。はい、センターフライ。はあ、
3球で決着がついちまうぜ。1打席ごとのポイントが微妙な。なんで154飛んでんのに7500しか稼いでねえんだよ。なついよな、そこ。なんなんだろうね。ほんと採点方法がよくわからない。あれか、超えるまでの時間だろ、これ。だとしたら、あれ広い方が有利な気もするんだけどね。ホームっていうか、まあ、球場が広いとこの方が。いやWBC 後の肩慣らしでこれだよ。いや、いいわ、ボーナスかいいわ。あってもなくても変わんねえんだよ。一個しか取ってないからね。最長飛距離は高梨じゃ無理だな、少なくとも。よし、ああ、やるんかい、まだ。まだやるんかい。やっぱ5球くらいあった方がいい。頑張れ古山君。まあいいや、これで。じゃあ5周にしとくか、ミスが出るからな。あ、ここいいね。ホットモット神戸、ホットモットスタジアム神戸。え、ホットモットが公営。あ、ホットモットフィールドの方か。ホットモット、ホットモットがあれなんじゃないの、あのあれでしょ、うん、経営してんの。おらー、どうなんだろう。大阪じゃねえや、神戸やけ。バッファローズの親会社がどこなのか知らねえ。流しすぎなんだよな、前に飛ばせっつって。ラグなんだよな。一回俺ネット経由してるからな。あ、マイナス、イエーイ、やべイエーイ、やべ、人のこと言えねえ。空振りしろ、空振りしろ。空振りの方がマシじゃね。よっしゃー、まあいいや。お前より被害は少ねえ。大して変わんねえ。点は低いけどな。マイナス、かねえ。1打席で学ぶわ、さすがに。また流してるよ。いいね。いやあ、頑張れ田淵くん。俺も流してるわ、人のこと言えねえ。お前ラグないはずないね。ねえ。だって引っ張ろうとするとさ、ファウル行くんだもん。またファウルだ。早すぎなんだよ。これくらいでちょうどいいんだろうな。どこ行ったボール、知らん、場外じゃない。やったー、勝ったー、日本一だー。田淵くん打ちやすいな。遅いんだよなこれ。それ入んなくね、入んのかよ。パパ頭おかしくない、その顎。顎言うなし。もう圧倒的だよ。ほんまにな。いやー、頑張ったわー。